校や部活あるある、お子ちゃまの好きなあるあるネタ、ベタなものはただ文末をないに変えただけ、ダイエット自虐デブネタ、深夜にいっぱい食べちゃうね、自制心が人としてアウトで笑えね、ののしてののして汚い言葉を使って、旦那や奥さん傷つける、そんなやり方実にしらける、配偶者バカにして笑いを取るなら、さっさと緑の髪を出してきな、高麗者は下ネタばかり、下品すぎて無質が走る、わいせつの垂れ流したよう、お世話になりなおまわりさん、yeah!